私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。滝沢秀明が辞めなければならない理由、功労者を軽んじるジャニーズ帝国に未来はない。資格、今後のジュニア運営には影響が出るでしょう。滝沢は嵐や関ジャニエイトと同世代ですが、世に出たのは圧倒的に早い。95年の入所当初からすでにカリスマでした。彼がいるおかげでジャニーズ JR は素人同然の研修生からテレビでも発言できるタレントとして扱われるようになった。若干22歳という若さで NHK 大河ドラマ義経の主演にも抜擢されています。芸能プロ関係者。06年からは後に春の恒例イベントとなる主演舞台滝沢歌舞伎の前身滝沢演舞場がスタート。以降その舞台にスノーマンら多くの後輩を起用し育成してきた。人気ユニットのタッキー姉翼が解散し、相棒の今井翼41が事務所を去った後も滝沢は事務所に残り後進の指導に当たっていた。ジャニー喜多川氏が亡くなった後、滝沢副社長はこれまでジャニーズ事務所が積極的でなかったライブ配信や YouTube チャンネルの解説などにも乗り出した。タレントを育ていかに輝かせるかに腐心するプロデューサータイプで、後輩からの信頼も厚かった。それだけに今回の突然の引退には本当に驚きました。今後のジュニア運営には影響が出るでしょう。滝沢が手塩にかけたスノーマンやシックストーンズを見事に CD デビューを果たし、嵐活動休止後の主戦力に成長した。滝沢による次世代ジャニーズの動きに注目が集まる中での突然の引退。その理由はコメリー喜多川氏、去年93の娘ジャリー社長との方向性の違いや確執だと言われている。近く二人三脚で運営していくと思われたが、滝沢秀明氏40が突然退場した。キング、プリンチェ、プリンス、イーフコの3人もグループ脱退で、藤島ジュリー景子社長56以下、ジャリー社長の経営者としての資質が問われている滝沢氏は、ジャニー喜多川氏、個人去年87が生前、自分の後継ぎ者に指名した当時、まだ30歳だった。2018年カウントダウンライブへの出演を最後に引退し、年明けからはジャニーズ JR の育成を業務とするジャニーズアイランドの社長に抜擢された。同じ年の7月にジャニー喜多川氏が亡くなるとジャニーズ事務所の副社長に就任したのである。誰もがジャリー社長と二人三脚でこれからのジャニーズを運営していくと思った。ジャニーさんと養子縁組しているんじゃないかと、やや揺されるほどジャニーズ事務所に尽くしてきたプリンスが11月1日唐突に退社を発表して、芸能マスコミもファンも耳を疑ったのである。フライデー11月18日号から滝沢ショックを見てみよう。資格経営に対する考え方が全く違った。週刊ふみはる11月17日号によると、火種は2019年7月9日にジャニー喜多川氏が87歳で亡くなったあたりから始まったと見る向きが多いようだ。その後2021年8月に姉のメリー氏も亡くなり、社長に就いたのがジャリー氏であった。将来性のある才能を見出すことのに恵まれていたジャニー。経営やテレビ局への売り込みの際に恵まれていたメリー。類稀な二人によって日本で初めての男の子たちだけのアイドルグループ事務所は帝国と呼ばれるようにまでなってきたのである。その二人がいなくなれば、誰が考えても帝国を維持するだけでも大変な困難を伴うはずである。滝沢氏はジャニー氏から後継ぎを託されたが、彼のように彼の卵を見つけ出す不思議な能力を持っているわけではない。その上、週刊ふみはるによると、ジャニーさんや滝沢は舞台やショーが中心で、メリーさんとジュリーさんはテレビと映画が中心。それゆえ経営に対する考え方が違う。ジュリーさんは叔父を天才プロデューサーと認めつつも一定の距離を置いていました。ジャニー氏の知人ジャリー社長はスイスの有名寄宿学校を出て上智大学に入学。卒業後はフジテレビに就職したが、数年で退職している。近く退場のすぐ後にキンプリの3人が脱退を表明。
芸能界から引退すると言っているようですが、スマップの元チーフマネージャーの飯島道さん64も引退すると言って、新しい地図を立ち上げました。タッキーも自分でプロダクションを設立するのではないでしょうか。少なくともタレント育成には今後も関わっていくはずです。2年前に無名のメンバーを集めた JR グループインパクトオーズのプロデュースを始めたばかり。彼らのように急に滝沢という後ろ盾を失い、宙に浮く JR の救済に動く可能性はあります。音楽制作会社関係者。滝沢退場の影響はすぐに出た。キンプリの平野紫耀25、神宮寺勇太25、岸歌27が来年5月22日でグループを脱退することがファンクラブサイトで発表されたのである。キンプリはジャニー北川氏の最後の傑作と言われ、スマップ解散、嵐が活動を休止した後のジャニーズ事務所を支えてきた人気グループである。今後は、キンプリの名前は残し、長瀬角23と橋山23の2人で活動を続けるという。まるでスマップが解散した時と同じようではあるが、今回と違うのは、あの時は嵐や関ジャニなど、スマップの後を補う人気グループが他にもいたことと、ジャニー氏やメリー氏が健在だったことだ。しかく、飯島は私の子供じゃないんだもの。飯島に関しても私の管理の仕方が悪いんですよ、ね。だから、みんな勘違いしちゃう。うちの娘と飯島が争うなら私は飯島に出て行けと言うしかない。だって飯島は私の子供じゃないんだもの。中略。私にとって娘より大事なのはタレント。でもその次はやっぱり自分の家族。中略。飯島がジャリーと対立するということは私と対立するということ。お分かりになりますよね。それは、私に歯を突きつけているのと同じですからね。メリー氏の夫で、作家の小藤島大保氏は、かつて妻を公表していたという。瞬間疑惑式型の感情の激しい人だが実に女である、と。この一件を機に、飯島氏は事務所を退場し、その彼女を慕って、スマップの草郷、稲垣吾郎、香取慎吾らも退場していったことはよく知られている。メリー氏の母親としてこう思う情愛は理解できるが、情が勝ちすぎて創業家が抱える課題に目を背けていたとすれば、経営者としてはいささか疑問を感じざるを得ない。しかく私はジャリーを残します。飯島は辞めさせます。子供の頃は女優を目指したこともあったようだが断念。将来は専業主婦になるつもりだったと言われるが、デビューした時を任されるようになって、これは影尾だと腹を決め、V6、嵐、キャトタンなどを次々に手掛けるようになっていった。週刊文春によれば、2004年に広告代理店を営む一般人男性と結婚し、娘を出産したが、母親のメリー氏に、跡目にふさわしくないとみなされたことなどもあり、離婚したという。自分の娘に後を継がせたいと思う母心はわからないではないが、メリー氏のやり方は強引すぎて、有能な社内の人間が離反して退場してしまう事態にまで発展してしまったことがあった。スマップを日本を代表するグループに育て上げた、飯島道マネージャーが力を持ち、社外で次期社長候補、などと噂されていることを知り、週刊文春2015年1月29日号のインタビューの最中に飯島氏を呼びつけ、私はジャリーを残します。自分の子だから、飯島は辞めさせます、と断言したのである。さらに、私飯島に初めて本気で怒鳴っています。なんで私が社員と対立しなきゃならないんですか。それだけでもすごい失礼だと思うの。言葉遣いをもうちょっと考えてよ。私に失礼よ。資格ジャニーズが直面する二代目経営という難題。国税庁の会社標本調査2020年度によれば、全国278万社余りのうち 96.3% は同族会社だ。資本金100億円超の会社を取ってみても、その割合は 49.9% を占めている。つまり戦前から生き延びてきた一握りも、戦後次々と生まれたその他大多数も、日本企業のほとんどは創業一族による経営が続いており、
企業が成長するとともにその割合は減っていくものの、大企業でも依然ほぼ半数は一族経営なのである。そしてその多くは今後も世襲を当然視していくと考えてよいだろう。高橋篤史、亀裂、創業家の悲劇、講談社より。そのために様々な悲劇が生まれる。創業者の高齢化が進むが後継ぎ者がいない。また創業家一族が経営権をめぐって繰り広げる骨肉の争いなどの相続が起こる。後を継いだ二代目が無能な試し作業を傾かせてしまい、高齢を押して創業者が再び社長に復帰するなどである。ましてタレント、それも多くの大衆の心をつかむタレントを見出すのは砂浜に落ちたピンを探すのに等しい。それが次々にできたジャニー喜多川氏は、好き嫌いは別にして稀有な才能を持った琴能の人だった。資格、芸能プロダクションなんて数よ限り。メリー氏はそのことを百も承知だったはずだが、娘可愛さのあまり有能な人材を切り捨ててしまった。それは優れた経営者であった彼女の唯一のミスであり、最大のか、過ちではなかったか。芸能界のドンと言われているプロダクションの社長が、昔、私にこう言ったことがあった。芸能プロダクションなんて数よ限り、自分の子供に譲ろうなんて考えたことはない。うまくいくわけないのがわかっているから。メリー氏も心の中では、ジャニー喜多川氏も自分もいなくなった後のジャニーズ事務所を娘に託すのは心もとないと考えていたに違いない。だが娘の他に信頼できる人間はいなかったのであろう。偉大な叔父と母を失ったジュリー社長のよるべない気持ちは察するにあまりある。彼女が社長に就任してからは、タレントのデビューまでは滝沢、デビュー後はジャリー社長と管轄を住み分けしていたそうだ。だが生前、ジャニー喜多川氏でさえ売れないのではないかと危惧していたスノーマンを滝沢は成功させた。そのことで状況が一変したという。資格派閥間の溝はキンプリメンバーにも。彼女の中で焦りもあったのでしょう。関西ジャニーズ JR の売り出しに注力しだした。中略、そして大阪支社に子飼いの女性スタッフを派遣するなど関西ジャニーズ JR への影響力を強め、21年11月にはなにわ男子を CD デビューさせたのです。見事にこのプロジェクトを成功させたのだから、ジャリー社長もメンツを保てただろうと思うのだが、そうではなかったようだ。それに母親譲りなのだろうか、彼女は好き嫌いがはっきりしていて、好きではない相手には釣れない扱いをしていたと週刊文春が報じている。辞めるキンプリの秘書中3人はジャニーさんシンパで海外公演をしたいと願っていたメンバー。ジャリーさんにも不満を持っていた。ストレスを溜め込んでいた平野はジャリー社長に直談判しようと何回も面談を申し込んだが、ドタキャンが続いたという。ようやく5人が一緒に面会できた席で、ジャリー社長はメンバーの話を聞こうともせず、こう言ったそうである。私のこと嫌いなんでしょ。あなたたちなんか私の手に負えないから知らない。それが平野をして退場させることを決断させたというのだ。さらに、ジャリー社長が目指したのは、ジャニーズ事務所を普通の会社にすることだったようだ。近く滝沢派のタレントたちが続々退場するのか。ある程度タレントの弱いところも受け入れて許容していた昔と違いすぐに処分に。当時タッキーが社長としてメディアに注目されていたため、あたかもタッキーのジャジのように映ったが、タッキーは俺にそんな権限あるわけないでしょと迷惑がっていました。ジャリー社長は大手レコード会社や民放テレビ局の人間たちを入れ、長年事務所に尽くしてきた人たちを排除していったというのである。滝沢にはジャニー氏後継ぎ者との自負があり、ジュリー氏にビジネス展開を提案していた。しかしことごとく跳ねつけられたそうで、ジャリーさんとは合わないと漏らしていた。滝沢はトラビスジャパンをデビューさせたら辞めると言っていたという。それがスピードアップして10月28日にアメリカのレーベルから全世界に配信デビューさせた。海外進出はジャニー喜多川氏の夢でもあった。退場した滝沢は
ツイッターなどで発信を始めたという。これから滝沢を慕うタレントたちが続々退場する可能性もあると文春は見ている。ジャリー社長は退場者が雪崩を打たないか若手を呼び出して面談を行っているという。どこにでもある2代目社長と古手の幹部との争いに見えるが、若い女性たちに夢を売る商売では致命的なイメージダウンになりかねない。週刊文春11月24日号によれば、ジャリー氏が社長に就任してから錦戸亮、中居正広、永瀬智也、森田剛など10人もの主要タレントが事務所を去っていったという。資格を置くの2代目経営者が失敗してきたパターンである。私は長い間外からジャニーズ事務所の変遷を見てきたが、今回ほどこの事務所の動揺ぶりをかつて見たことがない。滝沢の後釜として元 V6 の井ノ原快彦46をジャニーズアイランドの社長に据えた。夫人は女優の瀬戸朝香45である。井ノ原を起用した理由を事務所関係者は週刊文春でこう語っている。夫婦揃ってジュリー社長のお気に入りなんです。上に立てつかず何でもはいという井ノ原はまさにジュリー社長の大好きなタイプ。瀬戸はメリー前副社長時代から上層部の信頼が厚く、コロナ災いで感染拡大を心配した瀬戸がジャリー社長に夫の身体の相談もしていたといいます。周りにイエスマンばかりを置いて、あん、わずら、わしい雑音が耳に入らないようにする。多くの世襲企業の2代目経営者が失敗してきたパターンである。ジャニーズ帝国とまで言われる北川氏弟が築いてきた芸能プロダクションは所詮家内工業的な個人商店に過ぎない。舵取りを一つ誤ればあっという間に崩れる砂上の楼閣であることにジャリー社長は早く気づくべきであろう。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。